ごめんねな。終わりな。200回目だ。ありがとう。欲しい。口の中が痛い。切れてる。公園デビュー。ん？あ、ごじってた。ごじってた。めんどくさいから置いとこう。なんか前髪が入れ違ってるぞ。ここら辺。300回目ありがとう。ちょっとみんなが指摘してきそうだから直しとこう。これでいいや。うん、痛い。切れてるのかな？なんか切れてる。危険です。寝れた、よかった。前髪切ったよ。前髪やばい、めっちゃ短くしちゃった。でもリハ終わってもう一回切ると思う、多分。メイクさんにハサミ借りて。あ、初報告ありがとうございます。おはよう。生誕祭楽しもうね。切ったよ。めっちゃ切ってるじゃん。目見えてるじゃん。だってお別れ。前髪口の中も切ったのか。そう、そうなの。やばい、寝てないんだよね多分。レナ寝てないよね今日。眠かったんだけどな。結婚していいよ。眠かったんだけど寝てないですね、残念ながら。残念ながら寝てないです。お、成人で待ってて。眠いよね普通に。うん、でも今日も今日寝てなくて公園だから、今日から昼夜逆転直します。今日はさすがに公園だから15分で終わる。うん、寝落ちしちゃった。寝落ちってでもなんか良くないらしいね。いいよ全然、いつも寝てください、ちゃんとお布団で。パッツにしたの、なんかあのあれに巻き前髪で一回公園出たかったんだけど、もう切っちゃったから、もうやだ小学生って言われる、また家族に。途絶えた。そうなの、今から寝るよ。寝るよこの後。ジュールも イメージ変わるよね、めちゃくちゃ。めっちゃ変わるよね、イメージ変わるよ。横も切った、ここアイロンしてキューブで留めたら潰れるから、これぐらいになる、なると思って切りました。そうなんだよね。どう印象変わる？幼い？おはよう。確かに夜配信でも1時ぐらいまでに寝たら、あでもどうだろう、確かにね12時ぐらいか。おはようございます。カルマが嬉しいけどさ、そうだけど、いつもあんまりさ巻いて公園出ないじゃないですか、前髪がまた短かったから。
だからさ、なんだけどちょっとバツンで変化がないです。どうなんだろう、まあいっか、なんでもなんかの撮影が入ってたら切らないでおこうと思ったんだけど、今のところなさそうだから切っちゃいました。でも伸ばしてる途中とかに撮影が入ったらもう中途半端でまたパッツに戻さないとってなる。ありがとうございます。ちょっと動く 前髪ね、小学生って言われるんだよ。水世代前髪して年収組にやってみた。そう劇場の席は、え、それな、劇場の席ね、言われないなって思ったら、そういや今日の10時だっけ言われるの結構かかるんだね。言って言って可愛いって。今の長さで巻いたらもうここになっちゃうよ。ここにいいの？こんな短くて。それこそね、幼いとか小学生よりもっとひどいなんか扱いを受けそうな感じになっちゃう。すぐ元に戻っちゃうの。そう、中央逆転似合う、知ってるよ。そうなんですよ、すぐにね中央逆転元に戻っちゃうんだよね。10時じゃないの？12時なの？え、10時って言ってたよね最初。変更？そっからまた2回変更したってこと？ 1 回目はそ当日になって、その当日って時は10時だったよね。最初10時だったよね。え、最初から12時だったんだ。下手ってどっち？下手の最善なの？最善？え？あ、違うじゃん、最善とかまだ分かんないじゃんなんだ、ビビった。そうだ、それができないんだ。みんな上手だった下手だったとかできないんだね、席が決まった日に。あ、もう2回変更されたんだ。2回変更されたんだ、やばいね。ダメじゃん、10時って言ったなら、言ったならさ、アプリの表示も10時にしてほしいよね。分かんないけど、下手は右ですよね、私から見て。私は上手な女なのでですよね。目が腫れてる。あー、もう最悪。今寝たら目が腫れると思って起きてたんですよ。目腫れてる？ちょい腫れか。なんでこうやってしてるか分かる。涙袋がこう、涙袋の線がくっきり出たら目が腫れてないってことです。けどくっきり出ないときはめっちゃ確認の仕方おもろいね。こっちの方が涙袋がいっぱいあるから、なんかこっちで確認するんだよね、こうやって力入れてそうなんですよ、こうやって普段から鏡見るたびにこうやってやってるここに力入れんので、線が入るかどうかで、線が入ってなかったらあのやばい、むくんでるなみたいな。だから今日はむくんでます、顔面。ファイト、ありがとう目泳いでないから、目泳いでないです。6時と間違えちゃう。あ、そうなんだよね、5時なんですよ。外れた人に席で報酬してくれる人がいる。あー、トレードでね。その人数が多すぎちゃうってことだよね、多分。その人数が多すぎちゃってって感じだよね。けど S 公演を見たんですけど、後ろからめっちゃ見えたけどね、表情まで見えるし、全然見えるよ。よくない？立ち見何がダメなの？めっちゃいいじゃん、あそこ。めっちゃ良かったよ、レナ的には。めっちゃ見えやすい、見えやすいっていうか、箱だからさ、そんな遠くないじゃん、2階席とかじゃないし。めっちゃ見えやすいなって思ったけど、ダメなんだね。
最高、普通にね MC とか座れるし、うん、頭いった。今日雨、今日雨雨っぽいね。なんかでも外なんか微妙に暗い、雨かな今日。あー確かに、あの座席は段差がないところは見にくいよね。3日だけとりあえず10枚以上出るな。そうなんだ。そうなの、3日って何曜日、平日なんじゃないっぽくない、わかんないけど、でも平日でも10枚以上って結構だよね。いやどうなんだろう、わかんない。10枚以上ってあることなの、あることなのかないことなのかわかんないけど、そこに関してはみんなの方が詳しいで、詳しいだと思いますね。今日どんより、雨なの、もう最悪だから頭痛、無理、もう最悪なんだけど、雨やだね。立ち見めっちゃいいと思う。おはようございます、おはようございます、生誕祭です。雨なんだ、確かに前の人がねでかかったりねそしたらわかるわ、それはもう好きは関係ない、いいこと言った。うん、洗濯出せない、あら。私はちゃんと昨日お仕事行く前に洗濯物を干してから行きましたので、帰ってきて乾いてて最高って感じだった。あれ3日ってレナたち出ないっけ、2日かレナたち。モバメはね間に合いませんね、多分間に合わないです。今日は多分10列それめっちゃ言うよね、だから最善当たった人は10列みたいな、それめっちゃ言う、それめっちゃ聞く、みんなが言うってことね。偉いでしょ、ちゃんとね、ちゃんと選択してます。マジ無理、もうやだ、いろいろ嫌になる眠くないよ、眠くないよ、目が腫れてるからね。ほんとはここら辺まで線が出るのにここしかない。おはよう、上着丸めて高くしてんの、頭いいね、やばいね。いや病んでた、闇レナだったけどもう大丈夫、バット入ってたバットレナだったけどもう大丈夫です。え、すごー、最善そんな当たるんだ。これウィンクじゃないですね、目が痛いからウィンクフェイント。目痛、赤いよねちょっと。ん、ピント合ってなくない。おーい、私ここにいます、ここにいますよ、大丈夫っぽい何枚買えばいい ?500 枚ずっと500枚って言ってるよねなんで500なんだろう、わかんないけど謎に500って言ってる。最近なんか500の文字を見ること多いんですよ。ちょっと前まで34もめっちゃ見てた、あでも今日も34めっちゃ見てた。充電しようと思って携帯見たら 34% だった。
ックスに座席書いてみたら見るかしら。あ、それは多分見るけど、イワニャはそうしてほしい。わかんないですね。メンバーによるんじゃないかな。エレナはね、振ってくれてたらちゃんと見つけるから。目がかゆいから泣いたのかと。泣いてません。泣いてません。最初1回はない。やば。え、嘘でしょ。最初当たったことないが今日来い。来てほしいね、さすがに。案外ないんだ。でも当たってる人も多いのに、当たったことない人も多いのに。座高高くてよかった。足短いってことじゃん。うちのブー太郎じゃん。うちのブー太郎だ。かわいいでちゅね。知ってます。そこは冷静に。34とか500を見るようになりました。1枚でもいいんですよ、会いに来てくれたら。1枚で十分の人もいるから、一瞬顔だけ見れれば十分って人もね。そういう人が応援してないってことではないじゃないですか。会いに行きたいと思ってくれてるから。嘘、15分経ったの？今日何日？今日何日だ？193ぐらいかな、多分。充電500だったらいいよね。寝ますね。おやすみ、ありがとう。あー、やばい。おー、193。イエーイ、やったねー。イエーイ。疲れ。うん、名古屋ドーム？名古屋ドームってどこだっけ？あの、あそこだよね。なんちゃらドームだよね。あれの目の前、イオンあったわ、確かに。終わろ、じゃん。お、生写真届いた？ほんとに？生写真どうだった？可愛かった？漏れてた？漏れてないよね。生写真ってマジ漏れないから。前髪長かったんだよ、まだ。前髪長いんですよね。でもね、今月からのね、あの、写真は結構可愛いですよ。今月というか今月だけじゃなくてね、普通にちょっと夏だなって感じの、マジでおすすめです。あ、でも詳細出るもんね、何着たよっていう、買う前に。まあ毎月チェックしてねーって感じ。エメラルドグリーンで衣装が可愛かったんですよ。だからたくさん写真撮ったんですけど、前髪失敗しちゃってケープかけすぎてめっちゃ束になっちゃってるの。あ、そうそう、バンテリンドーム、それが出てこなかった。そう、マラソンしてるの覚えてる。さすぎちは緑と白です。だよね。黄緑？緑だよね多分ね。緑白、黄緑かな、緑か。いつも可愛いしてよ。みんな生写真買う派ね。みんな買わないよね、絶対買ってないと思う。買ったよ情報聞かないし、数人しか。メールの返信とか。マジでどうなの、みんな買ってる？みんな生写真買ってますか？気になった月だけ、気になった衣装とかだけにしてるの？数回あんま買わない。今年1回買った。1回、まだもう半年経ってるのに1回だけ、やばいじゃん、ダメだよ。この調子で今日はもうあと半年しかないから、1年で2回じゃん買うの。どうしよう、買わない。買いな、マジ可愛いから、マジ可愛いから。今月からめっちゃ可愛いよ。もう今月多分買えないと思うけど。買わなくなったん？え、マジね、買った方がいいよ。別に買わなくてもいいけどね。いらない人は買わなくていいけど。こいつだけ買ってる。本当に嘘、嬉しい。2回くらい、あ、やばいじゃん。じゃあこの前、今日4回じゃん、1年で。あ、今日仕事なの。頑張ってね。頑張っていってらっしゃい。早いね。やば、めっちゃ早いね。めっちゃ早。めっちゃ早。
めっちゃ早だね、頑張って。あ、衣装で買う。あー確かに当たりとかね、なんかね、メッセージ付きでーすみたいなね、あったらいいのにね。50枚あって1枚なんかにメッセージがあるかもーみたいな。てか多分さ、生写真をさ買ってくれる人にさ一言メッセージとかよくない？多分そんな大変じゃないと思うんだよね、レナの場合。ランダムじゃないよ、選べるよ名前。結婚していいよー。セーターティーくらいかなんか使うの。おお、セーターティーはちょっとなんかわかんない、みんなに買ってほしいけど、来年も着たいって感じ。来年も期待しといてねって感じ。来年もいたらだけど。っていうフェイントをかけるのに最近楽しんでる。でも本当に怒られるかな、なんかたまに怒られるんですよ、ファンのみんなに。そういうこと言わない方がいいよみたいな。やる方がいいよみたいな。やりません、すいません、はい、すいませんね。なんかだから選べたらいいのかな、欲しい。確かに選びたいよね、わかる、めっちゃわかる。だってレナもさ撮影だからいっぱい撮るわじゃん、一枚の衣装パシャ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 って。自分で選びたいもん、これとこれを出してくださいみたいな。自分で見れないかな。脅す、来年もいたら。脅してる。おもろいね。普段着れるかどうかその人の心意気自身あれだよね、心意気によりますよね。こんなやつでも着れるぞ普段でもみたいな人はちょっと優しい人みたいなね、着てくれるのは。お、公園待ってるね。生誕生日購入しますよ、ご指名アピール。本当に言ってる、本当に言ってる。限りに怒ったりしないよ、優しい。え、全然フミーティーではないかも。え、フミーティーって何なの、どういけん。大富豪ね、マジみんなとバトりたい、バチバチにバトりたいねえ。マジやだ、いろいろやだ。兵庫にも帰りたくないし、ここにもいたくない。月のさ住所に移そっかな。アマゾンとかも全部月に届くみたいな。月買って。月に行きたいですね。月に住みたい。月に住めるとかめっちゃなんかあれだよね。でもなんか住めんのかな。住めないか。さすがに火星が一番なんか住めるみたいなのあるよね。大富豪は入れてないですね。やってないです。ノーユーザーです。送料無料商品でお願いします。やめれな。うちもやだですね。兵庫やなのに、いや兵庫でもやなのにさ、うちやだでしょ。確かに沖縄とか北海道ね、高いよね。なんか都道府県によりますみたいな書いてるよね。ひどくない？そういうなんか都道府県差別。ひどいよね。先住民と仲良くしたいわ、なんか。いいよ、目玉一つとかでも。仲良くなれる、レナ、目玉一つでも。三つあっても。見たことないような人でも仲良くなれるので。はい。アマプラ会員になろ。韓国行きたいですね。韓国行ったことないんだよね。全然行ったことない。なんか親友がマジで3ヶ月に1回ぐらい韓国に行ってるんだけど、なんだけど自分も行った気持ちになるの、写真とか見てると。だから行ったことないって、案外行ったことないんだって思ってる。写真めっちゃ見てるから行った気分になるけど、行ったことないじゃんってなってる。
ご飯食べたい。ご飯、ご飯食べたい。ご飯だけ。買い物とご飯。観光とか別にしないでいい。でもね、韓国って結構さ、そのドラマのさ、あれになってるじゃん。韓ドラ好きだから撮影地巡り行きたいよね。けど別にそういうのはいいかな。そんな余裕ないですね。韓国に行く余裕はないですけど。まずそこから余裕ないですけど。ないんですけどね。おはよう。ご飯食べたい。コスメはあんまり使わなくて、使わないっていうか、新しく新調はあんまりしないんですよね、メイク用品は。辛ラーメンめちゃくちゃ辛くない？無理って、多分辛さで無理だよね。レナもね、なんかよくアレンジとかするんですよ。チーズを入れてみたりとか。本当に辛すぎてチーズとかどこ行ったってなる。辛いやつにチーズが絡まって溶けたら、熱いからね、チーズ溶けるじゃん。チーズどこ行ったのみたいな。なんかチーズで辛さがちょっと温厚、あのなんかちょっとマシになりますねみたいな、よく言うじゃん。マジどこに行ったみたいななりますね。マジ現実戻る。3時から4時バットだった。バットタイム。さすがにこれぐらい起きてたらもう大丈夫だよね。しかも春雨を12時前に食べちゃったでしょ。がむくんじゃう目が。サムギョプサルね、美味しいよね。めちゃくちゃ辛いよね。辛ラーメンやばい、めっちゃ辛い。ふんふん、じゃがで意外に冷麺でした。そうなの、冷麺辛いんだ。なんかシャリシャリ冷麺あるじゃん、タレをシャリシャリにしてる冷麺。あれもうめっちゃ嫌なんだよね。あれめっちゃ嫌だった。温厚じゃない濃厚。間違った。最近さ、めっちゃね、間違えるんだよね。なんか全滅のことを絶滅って言って、マネージャーさんに言いたいこと全滅でしょ、絶滅じゃないからみたいな言われました。名前違いね、間違ってるよみたいな。突っ込まれて、ああ間違えました、それだそれだみたいに言ってた。え、お箸で、鉄のお箸で食べたらもう何でも美味しく感じるよね。めっちゃわかるんだけど。マジめっちゃわかる。うわ、カニいいね、あの甘辛いやつでしょ。おはようかきれな、おはよう、おはよう。30時、久々のバット。豆腐ね。いいね。豆腐美味しいよね。大阪なめ村は汚いから行きませんね。汚い。臭いですね。ネズミがいます。あそこは。ネズミ区域です。サムゲタンとかあんまり好きじゃなかったんだけど、案外食べたら美味しいよね。わかる。うん、あ、そう、かき氷みたいにね、シャリシャリの冷麺になる。あれ全然美味しくなかった。でも今日公演前にご飯食べる、公演後も食べる。お弁当いつも半分食べて公演して、残りを公演終わりに食べてるの。昨日マジで本当に時間がなくて、本当にマジであのね、食べれなかったご飯を。だからあの時間になっちゃったんだよね。しかも水もお茶も飲んでなかったから、マジでやばい。足とか、うん、むくんじゃってる。でもストレッチした。前髪がある、切ったのに長い。あ、そうそうそう、あの時間だから春雨にしようと思った。ワンタン入ってたけど。メーカー取ったの。レス行かないよ、レナのやつ振らないと。レナ財布ってたら、振っててもあげない。振ってくれるね、可能性ある感じだったのにね、振らないっていう。キミエさんとめっちゃ話しましたよ昨日。
キメイさんマジ面白いてか、なんか話しながらマジで顔ちっちゃすぎてやばいって思ってたマジ顔グーパンチじゃんって思いましたね。言ってないけどマジやばい。塩対応でくさワンタン美味しかったよ。え、マジで、いや拳ショーだよ、キミエさんの顔は本当にやばかったです。本当にやばいですね。グーパンチ比べて、顔グーパンチでグーパンチした後に、あ、レナの拳の方がちょっとちっちゃかったですねとか、サイコパスじゃん普通に終わりますね、さようなら。確かに、キメイさんの自己紹介、それめっちゃ思ってた。定点とか見たりして、思ってましたね。それは。ああ、今日も頑張りますね。リハーサルすっぴんだからやる気出ないんですよ。レナってマジでさ、やる気のスイッチさ、メイクって知ってるでしょ、みんな。みんなメイクしてたら、カキレナはちょっとやる気出るみたいな。家出れるって知ってるじゃん。メイクしたら家を出る元気が出るみたいな。家を出るスイッチが押されるみたいな、みんな知ってると思うんだけど、マジでリハってメイクしないじゃん。知らなかった。そうそうそう、みんな知ってると思ってた。ダメだよね、配信でみんな知ってると思って喋ったらダメなんだよ。そう、私はメイクしないとやる気が出ないんですよね。みんな知らないの。配信見てる見てる面がなんか知らないって言われてるね。声か映画かありがとう。そう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 、気持ちが強くなるって、どういうこと強くなるって何分かってくれよ私が。まあまあそうだね、気持ちが強くなるんですよ、向上するんですけど、あのすっぴんで劇場向かうに決まってるでしょ、メイク誰がするの。しないって言ったでしょでね、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 え、割とマジでテスト勉強とか課題する前にメイクしたりしてた、高校の時は。家で課題する時はメイクしてから課題してました。受験勉強の時とかは図書館に行ってたんだけど、メイクして図書館行ってた。かわいいやん。いたでしょ、いたでしょ、間違えた。いいよ、定型文だからいいよ、間違えて押したってしてない方が好きやから、そのまま外出してほしい。無理ですね、それは。 NG で、書きれない NG で、事務所 NG とかじゃなくて書きれない NG で書きれない NG でお願いします。え、でね、そう、なんかリハはさ、メイクしないでしょ、しないじゃん。リハはメイクしてないんですけど、本当にマジでリハって言ってもさ、そのなんかメンバーと顔合わせるじゃないですか。でマイクとかもあるからマスクつけれないし、なんだけど、だからめっちゃくちゃ嫌で、めっちゃ嫌じゃないんですけど、リップだけ塗ってるんですけど、リップ塗ってこれでリハしてるんですよ、今の状態で。前髪とか髪の毛もね、放っておいてほったらかしでね、やってるんですけど、マジで嫌で、本当に嫌なんだよ。だけど今日もすっぴんだけど、リハ終わりまでは頑張りまする。でもメイクするのは嫌なの、崩れるからめっちゃ汗かくから嫌ですね。それは書きれない NG、 事務所は OK だけど書きれない NG 事務所 OK の書きれない NG です。気合はマジで入らない、本当に入らないですね。今日は通り前髪にしようね。幼すぎるよね、かきれない NG です。すっぴんリハはかきれない NG すっぴん栄もかきれない NG でよろしくお願いします。結構 NG 多いですね、すっぴんに関しては。すっぴん配信はなんかしてるけど、外に出るとかが嫌なんだよね、やる気が出ない。そこ家じゃん、今家だからいいんだけど、
して寝るんです。寝るんです。だって寝るからいいんだけど。嫌なんですよね。笑わないから安心してもらう。笑うじゃん。絶対その流れ。笑う準備じゃん、それ。いや、メイク崩れるの一番 NG だから。事務所 OK だけど。事務所 OK の書き入れの NG でしょ、それは。それはね、当たり前にね。マジ無理。もうなんか本当にきつい最近。急にワット入る。メンタル向上していこう。未完全の時もすっぴんでしたね。ただ最悪、今日未完全あるじゃんと思って、起きれないからメイクいいやみたいな思ってた。最悪だったね。まあ仕方ないよ、みんな知ってるし、すっぴんのレナも別にいいですね。ちょっとコンビニ行くぐらいだったら帽子にマスクで行っちゃいますね。そんな、それはめんどくさい。それでメイクするのはさすがにね、ちょっとめんどくさいね。レッスン上、レッスンとかするならメイクするかも。マスク取りたいし、暑いから。あとずっと鏡で自分を見てるから、可愛くない自分だとやる気が出ないっていう。振りを笑顔で踊れない。結構これね、あるあるだと思うんだよね。レナだけじゃなくてね、結構あるあるだと思います。結構ね、個人的にはあるあるだと思うよ。メンバーあるあるじゃない、わかんないけど。一般人でもね、普通にいますから普通にいますよ。男の人はそれだといいよね。髪長かったら髪ボソボソだからさ、めんどくさいじゃん。コンビニ行くだけでアイロン通さないとダメっていう、こんな長い髪を。そう、いつもね、え、絶対あるある。あ、そう、みんなで言う、髪セットしないと気合入らないと一緒だよっていう話した気がするんだけど、前にしたな。絶対に、絶対した気がする。レナのメイクした、しないと気合入らない、レナがメイクしないと気合入らないやつと、みんなが髪セットとかさしないと気合が入らないのと一緒でございます。謎に切れてる。一緒なんですよね、結構。それと小顔じゃないんですよね。なんかこの間さ、あの、限らって案外目離れてるよねとか、なんかいうコメントが来たんですけど、離れてますか、私って。離れてます、そんな離れてます怖い怖い離れてます、そんな。めっちゃ怖かったな、さっきめっちゃ怖かったちょっと鈴髪あるでしょ離れてますちょ、関西弁なのがちょっと怖かったな。離れてるぐらいやったら、まあ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 、それも怖いか。離れてますとか言ってめちゃ怖でしたね。あー、公園絶対疲れる。絶対足つるねんけど、ヒールが足つる原因なんですよね、結構。まあ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 、今日は足つらへんようにちょっと、ほんまにあの、水をめっちゃ飲みます。水を、あの、リハからというか起きた時からマジで水ちゃんと飲んどこう、ほんまに。マジでさ、動いてなくても水って飲まなあかんないけど、でな、マジでね、忘れちゃうんですよね、水を飲むのを。水を飲むのを忘れちゃう。目より鼻鼻のだ、鼻鼻のだ離れてますめっちゃ怖いって。怖
こんなん絶対嫌やねんけど、言われたら怖いんですけどってなるよな。頑張ってください、キャナバー。客は釣っても足は釣らないいいこと言った。ヒールでレッスンは、てか制服のみのレッスンはないですね。ないです、レッスンは。そう、スポーツドリンクはマジでなんかめっちゃ甘いのが嫌なんよな。甘いのが嫌っていう。おお、辛さがめっちゃ泣いてる。いい朝です。あー、もうこんな時間や。あと何時間後にはもうリハーサル始まる。マジ最近ほんまにうつ病のことかもしれない。マジ病院行こっかなるな、一回。なんか誰かにマジで24時間話聞いといて、聞いてほしい。心の中に入ってほしいですね。ってなの。誰か希望者おる？マジレナほんまに足すんねん。え、そんなに？マジやばい、めっちゃ足つる。ちゃんと気をつけとっても足つります。何時に起きるかは言いません。内緒。みんなに遅いじゃんとかまた言われるから。早く、早い、早く起きそうじゃん。そこの感じ今は。けど早く起きるかもしれんけど、でもまだ決めてないの、何時に起きるか。え、ポカリがやだ。ポカリ甘くない？全部グリーンだからもう甘いですね。甘いやつを飲んだ後に水を飲まなあかんっていうのが嫌で。そう、マジ打つ、普通に打つ、普通に打つですね。3分無理ですね、短すぎますね。3分はちょっと短すぎ。いやんな、もうあとちょっとで出かけなみたいなさ感じ出しとうけど、結局寝るの今からやしみたいな。公園中はね、水派なんですよ、私は。水派です。俺のミシ飲んだら足つらんの。どうなんだろう。キリト果実よくかかってる。何それ、レモン、酸っぱそう、めっちゃ。ミネラルが入ってる麦茶とかあんの？え、無理、それがいいんだけど、足つらなさそう。ミネラルが入ってる麦茶とかさ、なんか最強だね、ネーミングが。え、炭酸水飲めない、味付いてないと飲めない。炭酸に関しては東海道版引きましょうか。24時間分じゃ券買ってね。24時間かゼロかどっちかだから、東海道話聞いてくれるなら24時間でいい。レナだけ12時スタート12時終わり、夜の12時スタート11時59分終わりで、はい、ループしてもらって一生。あ、麦茶はミネラル入ってるんだ、なんだなんだなんだ、あ、麦に入ってるのか。麦チョコとかもミネラル入ってる。じゃあグレープフルーツ嫌いです。嫌いなんですよ。じゃあゼロ、あ、ダメか、選べるならゼロなのだ。ダメか。いや、レナ貸し切りだよ、会場。12時から11時59分まで。水分不足なんですよ。麦茶か違う、麦茶か違うか。ちょ、寝よう、ほんまに。やばいやばいやばい。マジ寝ますね。頑張ります、今日も。今日も、まあでもみんながおったら楽しめるから、マジみんながおらんかったら今頃私はもう今日が嫌で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 全然幸せ。っていうのは冗談なんですけど、ガチな方で。普通に今日は出たことないメンバーと、あとは12期がめっちゃ出るから、12
12期多くても5、6人とかかな、今まで6人、7人なん、あ、でも結構かぶっとうか。だからそんな、多分そのあれって感じ、出てる人がこんなに12期がかぶってるのもあれやし、先輩もとも出れるし、レナが大好きなミキさんとミヤさんもいるので、今日はめっちゃ楽しみですね。楽しみだよね先輩、私のまあ先輩とのね絡みに注目していただいてって感じ。飯田さんはめっちゃ優しいです。めっちゃくちゃ優しかった、めっちゃくちゃ優しかった、めっちゃくちゃ優しかった、マジで優しかったですね。安心してありがとう。写真撮っても見せないよ見せるけどってことで終わりますね。さよなら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 。飯田さんめっちゃ優しいよ。合わせがあったんですけど、リハがめっちゃ優しくて、もう優しいですねいやだからかきれなじゃん、みおまるさんじゃないってまやさんだからみおまるさんはそのテンションだね。確かに、おーかきれなじゃん、確かに二人ともかきれなじゃんだわ。この間まやさんと事務所で2回ぐらい近い時間ですれ違って、お互いめっちゃ笑った、ずっといるねお互いみたいな、ずっとなんかお互いめっちゃうろちょろしててめちゃくちゃ2回か3回ぐらいすれ違って、それ短い時間でめっちゃおもろかった。はい、終わります。3度目の正直、3度目の正直、ありがとうございます、さよなら。さよなら、さよならおやすみ。みんな今日もお仕事の人は頑張ってね。多分仕事の人も結構いると思うから。 See you next week, John. おやすみ、お疲れ様、おやすみ、またね、さようなら、さようなら、おやすみ、これ頑張って、ありがとう、またな、さようなら、おやすみ。じゃあね、みんなありがとう、朝からレナのメンケアをしてくれて。みんながいるだけでメンタルがケアされるよ朝から寝れてない、寝れてないね、めっちゃ眠かったんだけど、寝れなかったけど、免許されてよく寝れそうです。目はこんなに腫れてるけど、あ、ちょっと涙袋復活、見て、確認、涙袋確認はい、ありがとうございました、さよなら。むかつく顔じゃあね、え、復活じゃん、涙袋復活ってことで、今日も一日楽しんで生きていきましょう。今日も頑張っていきたいと思います。結局いつか死ぬんですから結局いつか死ぬから、120歳ぐらいで死ぬかな。目標130歳にして120歳ぐらいで、あー、あと10年もういいかなとか言ってはいね、涙袋ちょっと復活、思ったより長い、思ったより長い思ってるね。130を目指して120ぐらいね。はい、組まれるのできたことないの。今日はたくさん笑います。今日はたくさん笑って幸せな一日にして120歳まで行きます。さよなら。みんなは200歳ぐらいまで生きないと、レナが120歳の時にみんないなくなっちゃったら困るからみんな朝の5時から免許してくれないと、120歳のレナも。だからみんなはもうちょっと生きないとダメですね。よろしくお願いします。私は120でいいとしても、みんなは200歳ぐらいまで生きてもらって、
毎日そのなんか普通はなんか200歳とか生きてたらなんかなんでそんな200歳まで生きれるんですかみたいな聞かれるじゃん、取材の人に。その時はなんか朝の散歩を欠かさずにしていますとか、グルコサミン飲んでますみたいなんだけど、レイナのファンの人の場合はなんかモイオスかキレナの配信を見てメンタルケアをして、それが、まあ、長寿のあれですね、秘訣ですね、そうやってそう、推しのために、推しのために生きてたらもう200年経ってましたみたいな、ということで寝ますね。はい、さようなら130歳までどうぞよろしくお願いします。もう6月だね、早いねみんな5時、日200歳だったら5時とか起きてるでしょ、余裕でレナも起きてるからでも寝て起きてるからね。さようなら、ありがとう、今日も楽しく生きていきましょう。今日はじゃあちゃんとメール送ります。じゃあね、おやすみー、ありがとうね、おやすみなさい、おやすみなさい、おやすみなさい、おやすみ、いってらっしゃい、ありがとう、じゃあねー、バイバーイ、みんな今日も頑張ろうね、ありがとう、バイバーイ、メール送ります。朝のメールはちょっとなしで、お昼でよろしくお願いしますじゃあねー、バイバーイ、またなー、バイバーイ、おやすみー、3回目か4回目ぐらいのおやすみ、ありがとう、さよなら、バイバーイ、バイバ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 イ。